い、こんにちは、ひなたでございます。はい、なんか慣れないな。新しい挨拶欲しい。はい、ということで、最近ローソンユーザーなんですけども、セブンイレブンがちょっといろいろありまして、家の近くのローソンユーザーなんですけども、ローソンで結構ね美味しいヨーグルトを見つけたんで、それを紹介したいと思います。今学校から帰ってきて、それからバイトに行く途中なんだけど、バイトの前にさ、ちょっとさ、なんかご飯とかなんか食べちゃうじゃん、お菓子とかで。そのお菓子食べちゃうとやっぱ太っちゃうじゃん。太っちゃうからっていうのもあって、カロリーが低めで糖質ゼロで、なおかつ長持ちしそうなあのヨーグルトを日向が発見したので、そしてめちゃくちゃあの日向の口に合ってるんで、みんなに紹介したいと思います。こちらでございます。ブン、オイコスでございます。オイクソン、オイクソン、オイコスのプレーン味です。オイコスってさ、今までさ、いろんなやつ出てるじゃん。イチゴだったりなんか、よくわかんないんだけど、イチゴとかのやつって下にジャムみたいなやつが入ってて、それはジャムあんま好きくないから、この普通のやつないかなと思って探してたら、ローソンにあったんすよ。めっちゃうまいんだ。買い置きしてある。中身は普通にこんな感じっす。普通のヨーグルトとちょっと違ってね、結構ね重めなんだよね。重たいっていうか、なんかなんて言うんだろう、熱いんだよね。重量感がある。それだけどカロリーはこの1個あたり90キロカロリーで、しかも糖質がゼロだからね。いただきます。うん、なんかレアチーズケーキ食べてるみたい。いや、うまっ。これでバイト頑張れるもん。ダイエットしてる人に、ね、結構おすすめのオイコスっていう、食べ応えがあるんだけど、それだけどカロリーが低いっていうやつで、あの人気だ。まあ、知ってるよね、みんな知ってる。プレーンって言ってもね、酸っぱいくない。果糖だから意外と甘い感じです。感じとしてはクリームチーズとかに近いかもしれない。はい、そんな感じです。ちょっとバイトに行かなければいけないので、バーって食べちゃうんですけども、オイコスはね、ほんとダイエットしてる人にもおすすめだし、ちょっとお腹が空いたなっていう人に結構おすすめのヨーグルトなんで、ぜひコンビニとかスーパーとかでね、そこら辺でよく売ってるんで食べてみてください。ゆいは他の味は食べたことないんだけど、オイコスのプレーン味が一番美味しいと思いました。それじゃあバイバイ。これ食べてひなたは最近ダイエットしてます。間食をお菓子じゃなくてヨーグルトにしてます。